はい、どうも佐々木です。今回の動画はですね、ご本人さん、認知症の方ご本人さんに対してついイライラしてしまうんですという、そんなあなたのための動画かなと。最近よく聞くのがですね、これイライラするんですと、つい相手に言ってしまうというね、ここなんですよ。はい、まあね、なんでしょう、固まりますね結構ね、これ。はい、ほんまによく聞くんです。もうでもこれすごい気持ちよくわかるんですけどね、僕も一応そこは経験者ですから。まあおばあとね、二人で暮らしてた時期がありまして、もう数年前ですけどね。まあその時、当時ね、まあ団地に住んでたわけなんですけれども、高齢者がまあ多いんでね、まあまあ夜中とか騒いではいけないわけですよ。ですけど、ただ僕のおばあはですね、結構夜中のそわそわうろうろっていうのがあったりしたんです。近所迷惑になってもやっぱり困るし、もうやめてみたいな感じで声かけしたとかね、なんかそんなこともまあありました。イライラするんですよね、わかるわ。でもですね、イライラしてこう言ったとて何にもいいこと起こらないんですよね。で、言われた側はもっとスッキリしないですよ。むしろ嫌ですよね、言われること自体。はい。なのでね、誰のためにもならない、誰の得にもならないという、そんな感じです。はい。お前そんな感じ。まあ、症状をむしろ悪化させてですね、もうより悪い状態になって帰ってくるみたいなね、ほんまにありますからね、良くないなと思います。あとはこういう言葉もありますね。追えば去るっていうね、言葉があります。これは何かというとですね、まあこう人生における、まあその人とのね、こう接し方とかにおける、まあことわざみたいなもんです。はい、こういう言葉があります。追えば去るね、意味合いとしては、こっちが追えば追うほど向こうは逃げてしまいますよっていうね。もっと言うと、こっちがね、言えば言うほど向こうは反発したり、むしろこう逃げられたりね、やっぱりするんです。なんかイメージで言うと何でしょうね、やっぱ子供とかにね、まあ、宿題やれよ宿題やれよってこう言えば言うほど、その子はね、宿題やらなくなったりするじゃないですか。そんな感じですね、追えば去るってね。まあ、今のはちょっと受け売りですけれども、はい、追えば去るっていうのは本当あると思うので、まあ、僕もこう治療しててですね、こうなんかいまいち改善せえへんな、このポイントっていうのをね、こう意識したりね、こうガッとね、こう追えば追うほどですね、向こうはね、こうちょっと拒否というか、ね、まあとはいえね、やっぱりこうこっち側も人間ですからね、ついイラッとしてしまったりやっぱりすると思うんですよね。はい、まあそれをね、まあ我慢できればいいですけど、なかなかそういうのもね、できないっていうところもあると思うんで、やっぱりですね、そういう対策として、一番僕の中でこうベストいいなと思ってるのはですね、コミュニティを作ることですね。じゃなくてですね、そういうね、まあもっと言うと仲間作りでしょうか。はい、これがね、大事なんじゃないかなと思います。仲間作りね。まあ、要はそういう同じような境遇の人、同じようなこう環境にいる人と、やっぱり知り合いになったり、こうコミュニティを作るっていうのがすごい大事かなと。その中でこう話し合えばですね、本人に対してこう影響を与えることももちろんないし、やっぱり言う側もすごいすっきりするんですね。だって向こうはそういう同じ境遇にいて、事情を分かってくれる人ですから。はい、その人たちとこうわっと喋るっていうのはね、すごい大事。まあ、うちでこうやってるね、セミナーとかやっぱりあるんですけれども、そこでこうね、ご家族さん同士とかで集まると、まあ喋りますね、まあ喋ります。うちはこういう環境で、うちはこういう状況でみたいなね、まあ、若干そういうなんか症状の違いはあれどですね、同じこうね、認知症に悩んでいるっていう、そういう共通点があるわけなんで、やっぱり喋ると盛り上がるんですね。そういう、まあ環境づくり、コミュニティっていうのはあなたももし持ってないなら作るべきだなとすごい思います。はい、まあちょっとそういう場がないんだっていうんであればね、まあうちでまあこうたまにやっております、こういうセミナーとかに足を運ぶとか、まあそういうのも大事かなと思うんで、はい、まあそういうのがあればね、こう募集があれば、募集かけることもありますからね、まあよければそちらの方に参加していただければなとも思います。まあ最後なんかちょっと営業チックでしたけれども。